こんにちは、元気の間です。本日は大会2日前の最終調整から大会当日の過ごし方を動画にしていきたいと思います。最終調整開始します。今現在がスマホが 200g あるんで 65.2 ですね。調整開始で1食目ですね。これが鶏むね肉 140g と玉ねぎ4分の1玉と下に目玉焼き1個埋もってるのと白米 200g です。味付けなしですね。ちょっと塩分調整していくので、こんな感じでやっていきます。3時半になったので2食目いきます。餅3つと目玉焼き1個です。味付けはなしです。これから仕事に向かいます。今4時ですね。結構黒くなりましたよね、僕。いい感じかな。まだカラーリングしてないんで、こっからね、カラーリングしてもうちょい黒くなるんで、まあそれでもね、当日結構色飛んじゃうんですよ、ステージ明るいんで。なので僕は多分白い方には分類されると思うんですけど、どうかな。いろはす。これが、大会前最後の水分ですね。これをね、今日中にまあほぼ飲み切って、明日の朝に 150ml ぐらい残して、で最後明日の朝 150ml 飲んで水分摂取を終わろうかなと思っております。仕事から帰ってきて今7時ですね。3食目餅3つ、味付けなし、食べていきたいと思います。今夜10時で、今日最後の食事です。鶏むね肉 140g、 卵1個、白米 200g、 味付けなしです。で、鉄のサプリとマルチミネラルとマルチビタミンを取ります。こんな感じで今日終了ですね。おはようございます。大会前日の朝です。朝今6時20分です。まず体重測っていきます。スマホが 200g なので 64.9 です。朝ごはん食べてきます。はい、コンディションはこんな感じです。まあまあいいんじゃないでしょうか。朝ごはんです。目玉焼き2つと白米 200g と、昨日と一緒で鉄のサプリ、マルチミネラル、ビタミン、あと昨日買ったイロハス、残りこれだけなんで飲んでいます。いただきます。はい、仕事に行ってきます。頑張ります。はい、今朝の10時で、本日2食目ですね。この山崎の串団子こしあんを食べていきます。はい、今1時20分です。で1時半からねカラーリングがあるんですけど、今駐車場に着いて10分時間あるんで、ご飯3食目、鶏むね肉 140g と白米 200g 食べていきたいと思います。もちろん味付けはなしです。でもね、味付けなしでも全然美味しいんですよね。減量末期ってすごいっすね。カラーリングです。お世話になります。カラーリングありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。新所沢にあるジーニーさんでね、カラーリングしていただきました。JBBF に出る方でね、埼玉にお住まいの方はぜひおすすめです。肌も黒くなるしパワーをもらえます。すごい元気な方なので、大会前のね減量末期にいいんじゃないかなと思います。はい、今4時で餅3つ食べます。味なしです。いただきます。6時10分、白米 200g と鶏むね肉 140g 食べます。はい、今夜8時15分です。餅3つ食べます。今日これで6食目ですかね。いただきます。うん、もう食感だけで美味しいですね。大会前日最後の食事が終わったので、体重測りたいと思います。今日1日7食食べたんですけどね、
65.2、スマホが 200g あるんで65ジャストですね。朝より減ったかな。うん、いい感じですね。はい、大会当日の朝です。6時半です。体重測っていきます。はい、64.4。はい、まず朝は餅3つ食べます。まあ昨日と一緒ですね。まだ塩分は入れないです。はい、ということで準備完了しました。これから千葉市文化センター会場の方へ向かいたいと思います。で、向かう途中に、当日食べる、炭水化物主に買っていければなと思います。まあ、そんな感じですね。あと出る直前に排便がありまして、体重が 64.3 まで下がりましたね。まあ、排便タイミングも今回はバッチリっていう感じで、うん、今までで一番いい感じですね。しかも今日僕誕生日ということで頑張っていきたいと思います。28歳になりました。頑張ります。セブンイレブンで食料調達しました。まず水、今日飲む水ですね。1リットル、多分1リットル飲みきんないと思うんですけど買いました。クリアンドラ焼き、これね、塩分も 0.1 で糖質が45っていうことで、このクリアンドラ焼きをね、いっぱい買いました。45ぴったりなんで計算しやすいんで、これ4つ買いました。で、あと普通のドラ焼きですね。こっちも食塩は 0.1g で、こっちはね、炭水化物50ぐらいなんですよ。これ2つ。草餅買いました。これも食塩 0.1 で、これは糖質 30g ぴったりだったんで、これも1個買ったのと、あとこの栗まんじゅうを買いました。栗まんじゅう、これも 0.1 で糖質が 33.6 ってことで、まずね、この栗まんじゅうと草餅、ちょっと移動中に食べて、糖質 70g ぐらい、70g 弱摂取していこうと思います。牛カルビ炭火焼きおにぎり2つ買いました。これがね、食塩ちょうど 1.5 で、で、炭水化物は40ぐらい。で、脂質が 4.4。脂質源で、これ食塩ゼロのくるみを買いましたね。これでちょっとオイルを、そうですね、ステージ2時間前から様子見ながら入れていこうかなっていう感じです。はい。で、今日長いので、ピックアップ審査から、ピックアップ通過してから、その12人の審査、予選ラウンド1審査と決勝審査って、こう、結構時間が4時間ずつ、3時間ずつぐらい空くんで、あんまりね、最初に食べ過ぎても、後半コンディション崩れると思うんで、様子見ながら、ちょびちょび入れていこうと思います。じゃあ、会場まで向かっていきます。会場到着しました。今、ちょうど9時ですね。駐車場を探すのにちょっと手こずって10分ぐらいさまよってました。マッチョがいっぱいいます。はい、今ステージ1時間半前でくるみ食べていきます。これからピックアップ審査行ってきます。はい、今ピックアップ審査終わりました。ちょっと正直手応え全然ないんですけど、一応次のラウンドのために準備してどら焼き2つ食べていきます。ピックアップ審査通りました。今回出場選手が37名登録されて、欠場が何名かいたみたいなんですけども、そこから15名まで最初に絞られて、そこに残ることができました。で、今この動画は、予選ラウンド1に向けてパンプアップをしている最中です。はい、これが予選ラウンド1の、様子ですね。僕は右から3番目水色のサーフパンツになります。で、今サイドポーズですね。で、このサイドポーズ悪くないですよね。ただ埼玉オープンの時に比べてウエストが細くなってしまって、ちょっとねサーフパンツを緩くて上で履くことができなかったんで、ちょっと下で履いちゃってます。これ次回に向けてちょっと修正ポイントですね。で、今バックポーズですね。バックポーズ結構良かったんですよね。肩が後ろから見て結構立体感出てて、背中が強く見えたのかなと思います。まあ、この背中は、より引き続き伸ばしていきたいなと思います。で、こっちのサイドポーズ、そうなんですね、このサイドから見た感じはまあ悪くないなという感じなんですけど、フロントがね、この後フロントに戻るんですけど、フロントポーズに戻った時にやっぱサイズが足りないなっていうのが結構露呈してますね。隣の緑のサーフパンツの方がすごいサイズがあったので、ここで隣に並んでることでより見劣りしてるなという形が、まあ目立ちましたね。この隣の84番の緑のサーフパンツの選手すごいですよね。バルクもすごいし絞れてて、
ここはちょっときついなって僕個人的に思ってました。でまあこっちのバックポーズ、やっぱバックはね戦えてるんですよね。でまあやっぱ来年の課題としては、ミッドセクションですね、腹筋の溝をもう少し深くするっていうことと、全体的なバルクですね。僕はどちらかというとバランス型になるので、全体的に体を大きくしないとなかなか上位層とは戦えないのかなというふうに思いました。なので仕上がり体重プラス2キロ目指して頑張りたいと思います。はい、今ラウンド1審査終わったんですけど、結果はねサードコールだったので多分通過してないですね。これはまた多分9位とか8位とかそこら辺なんじゃないかなと思います。またね取り逃しちゃったよ、残念。今年多分もうオールジャパンは出れないですね、悔しい。はい、ということで関東選手権が、今終わってですね、妻の実家に帰ってきました。結果的には、最初ねピックアップ審査通って、でその後決勝に進む審査で惜しくもダメだったということで、まあ、まだ順位は、詳しく出てないんですけど、とりあえず6位以内入れなかったので、今年日本選手権オールジャパンには出ることができなくなりました。悔しいですけど、来年ねまたオールジャパン出場を目指して頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。今年はねまだオールジャパンは出れないんですけど、9月に千葉の大会があるんで、千葉オープンが、今年最後の大会になります。それに向けて頑張っていきます。大会終わったんでとりあえず一旦食べます。僕これ食べたかったんですよ、マックのスパイシーベーコンポテト、これを食べて、今期間限定で出てるバーガー2個、ナゲット、ポテト、ちょっと食べさせていただきます。大会お疲れ様でした。上位入賞した方々おめでとうございます。次は負けないように頑張ります。ありがとうございました。